チョコレートをよく食べると気分が悪化するんでしょう。言ったことはあると思いますが、実は一番のおすすめは脂肪酸です。どんな食事に含まれているのかというとですね、脂肪が多い魚です。具体的に言うと、皆さんこんにちは、皮膚科医の玉木由紀です。このチャンネルはニキビ、ニキビ跡、湿疹などでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木由紀がお送りします。今日お話しする内容は、診察していて患者さんからご質問をいただくことの多いニキビと食べ物の関係について、ニキビとは、とチョコレートってニキビに悪いのか、ニキビを悪化させてしまう食事、ニキビを悪化させるもう一つのこと、インスリン用成長ホルモンについて、ニキビに対して効果的な食事について皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、ニキビと食事についてよくわかるようになると思います。綺麗な肌を目指して、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ニキビは 80% ぐらいの方が思春期にニキビに悩まされると言われていて、皆さんも一度は経験されたことはありますよね。一回もニキビ経験したことがないって方はいらっしゃらないかなって思います。ニキビって一個できただけでも本当に憂鬱になりますよね。巷では大人ニキビ、思春期ニキビとか言いますけど、皮膚科だとそういう言い方はしなくて、尋常性挫創っていう病気として扱っています。毛穴が詰まってしまうっていうことが一番大きな原因で、そこに皮脂の分泌が盛んになると皮脂が溜まってニキビ菌が繁殖して炎症を起こしているという状態になります。もちろんごく初期のニキビならスキンケアを見直せば治る方もいらっしゃいます。でもニキビは睡眠不足、過剰なストレス、炎症を引き起こす食生活、ホルモンバランスの乱れなどが原因になるので、今回はニキビと食生活についてお話をしようと思いますので、最後までご覧くださいね。まずニキビを作らないようにするには、ニキビを発生しやすい食品を避けることが大切です。診察をしていると、脂っこいものを食べるとニキビができるのって聞かれることがあるんですが、毛穴の詰まりを起こす脂っぽい肌が必ずしも食物中の脂肪や油によるものではないので、あんまり関係はないようです。あとチョコレートをよく食べるとニキビが悪化するんでしょうって聞いたことはあると思いますが、科学的には実は証明はされていません。ある特定の食べ物を食べてニキビが悪化していると判明しているものはないのですけれど、ストレスでニキビが悪化することが分かっていますので、ストレスがあるとつい甘いものを食べる方が多いので、ストレスによるニキビの悪化とチョコレートによる悪化を関係付けてしまうことがあるみたいですね。さてさて、実は血糖値ってニキビに影響があるって考えられているのはご存知でした？原因は2つあって、まずは食事をして急激に血糖値が上がると、血糖値を下げるホルモンが高くなって男性ホルモンの産生を更新するので皮脂の分泌が盛んになります。2つ目として考えられているのが、血糖値を下げるホルモンが高くなると毛包の角化異常を促して毛穴が詰まりやすくなります。なんかカタカナの専門用語ばかりでちょっと分かりづらいですよね。簡単に分かりやすく言いますと、食後に短時間に血糖値が急上昇することを避ければニキビ予防につながるんですね。すごく簡単な方法としては、食べる順番を変えることです。タンパク質の多いものから食べることで血糖の上昇を緩やかにすることができますし、タンパク質は血糖上昇を穏やかにするだけではなく、糖質に比べて体内への吸収が遅くて満腹感を得られやすいんです。他にも知っておいてもらいたいのが、セカンドミール効果の考え方です。セカンドは次、ミールは食事という意味なのですが、なのでセカンドミール効果というのは、最初に食べたものが次に食べるものの血糖値にも影響を及ぼすという考え方で、例えばいきなり米を食べるのではなくて、先に野菜を食べてからその後にご飯を食べた方が食事の後の血糖値の急上昇を抑えることができるので、ぜひやってみてください。ちなみに食後の血糖値の上がりやすさを表す単位っていうものがあって、食品ごとにその値が設定されています。
この指数の高い食事を減らすことで皮脂の分泌の増加を抑え、ニキビの発生を予防できることが最近分かってきました。食後の血糖を上げにくい食べ物、つまり食物繊維が多い緑の野菜、多くのフルーツ、人参とか、インゲン豆とか、ひよこ豆、茶色シリアルとかで、こういうものはいいですね。逆に血糖値を上げやすい食べ物っていうのは、白米、じゃがいもとか、白くて精製されているものは、グリセミック値が高い傾向にあって、ニキビの悪化因子になり得ます。日本人として、この話しちゃうと一番気になるのは白米で、ニキビを悪化させるのかどうか、大いに議論が分かれるところだと思います。まあ少なくとも日本の皮膚科医で白米を避けましょうって患者さんに指導する先生は多くないでしょうし、現実的にも不可能ではないかなと思います。もし和食中心で可能だったら玄米を取り入れてみましょうとか、そういう程度の提案にとどまるかとは思います。もしくは食後の血糖を上げやすい食べ物を食べるときは、食後の血糖を上げにくい食べ物を多く組み合わせたりとか、先に食後の血糖を上げにくい食べ物を食べるとか、先ほどご説明したように食べる順番を変えてみるのがいいと思います。あと意外と知られてないものは牛乳です。牛乳にはカルシウムとかビタミンなどが多く含まれていて、家庭や学校で多く飲まれていますよね。そんな牛乳がニキビを悪化させる原因って何なんでしょうか。これには先ほどの血糖の上げやすい食事の他にもう一つ覚えていただきたい、インスリン用成長ホルモンというものが関係します。思春期になると体はインスリン用成長因子と呼ばれるホルモンを多く作ります。このホルモンが男性ホルモンの生成を引き起こすので、皮脂腺から皮脂が分泌されてしまい、ニキビを悪化させることがあります。そしてこのインスリン用成長ホルモンは食品によって左右されることが分かってきています。乳製品にはこのインスリン用成長因子がたくさん含まれているので、牛乳を毎日何杯も何杯も飲んでいる方は摂取を控えてみるのはいいと思います。特にスキムミルクって言って、まあ、脱脂粉乳ですね。あと豆乳はインスリン用成長因子が多く含まれているので、飲みすぎるとニキビが悪化しやすくはなります。だからといってニキビの根本的な原因が乳製品というわけではありませんので、今すぐ乳製品をやめる必要はありませんよ。ご紹介したように牛乳にはニキビの原因となる成分が入ってはいますが、ビタミンやタンパク質、カルシウムといった健康の維持に必要な成分が多く含まれていますので、適度に飲むということはいいことだと思います。じゃあニキビの改善に効果がある食べ物って何でしょうか。効果がある食事として一番のおすすめはオメガ3脂肪酸です。オメガ3脂肪酸って何って感じですよね。簡単に言うといわゆる質の良い油と言われていて、抗炎症作用や綿包の改善作用があって、さらには皮膚の表面の角化異常を整えてくれたり、男性ホルモンの働きを抑えるって作用があるんですね。じゃあどんな食事にオメガ3脂肪酸が含まれているのかって言うとですね、脂肪が多い魚です。具体的に言うとサンマ、サバ、サーモン、イワシとかカニ、ムール貝、カキなどの甲殻類とか、そういうものに多く含まれています。あと大豆や豆腐、ほうれん草などにも含まれていますが、最も効率よく体に入れる方法としては刺身などの生の魚で摂取する方が効率がいいってことはご存知でした？代表的なオメガ3脂肪酸としては EPA、エーコサ、ペンタエン酸と DHA、ドコサヘキサエン酸っていうのがあって、これは残念ながら牛や豚などのお肉にはほとんど含まれていないんですね。刺身などを生で食べた時の DHA 量を100とすると、焼き魚や煮物では80、揚げ物にすると50しか DHA が摂取できないんですね。しかも熱や空気によって酸化して過酸化脂質を作りやすい性質なので、できる限り新鮮なもの生で摂取した方が好ましいですね。手軽に食べるなら缶詰はおすすめです。缶詰は酸化が起こりにくいし、カルシウムやビタミン D の多い骨も食べれるってメリットがありますので、イワシの缶とかそういうのもチャレンジしてみてください。
ニキビ治療の食事に関してガイドラインでは特定の食べ物を一律に規制するっていうことは推奨しません。極端な偏食を避けてバランスの良い食事を摂取するようにとされています。何かを食べればニキビが治るということはありませんが、バランスの良い和食中心で、できれば玄米などのウリセミック指数が低い食物を摂るといいと思われます。あと食事を始めても残念ながらすぐには効果が出ません。食事の変更がお肌に影響を与えるのは最大12週間ぐらいかかるので、気長に続けるのがコツですよ。ご自身にとってニキビができやすい食品を禁食にする必要はありませんが、食べ過ぎないようになさってくださいね。ということで今日はニキビで食べてはいけないものについてお話をさせていただきました。ニキビとは、チョコレートってニキビに悪いのか、ニキビを悪化させる食事、インスリン用成長ホルモンについて、ニキビの効果的な食事について皆さんにお話をさせていただきました。ニキビに何を食べていいかわからないという方は、ぜひ今回の動画を見てもう一回何を食べたらいいのかなって考えてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画配信の励みになりますので、とても嬉しいです。次回は本当に脇汗が止まる制汗剤についてお話をします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになるので、とても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。